皆さんこんにちは。イギリスめっちゃ暑いです。やばい。でもこの暑さが続くのってイギリス1年で数日しかないんです。はい、だからね、公園に行くと皆さん腹っぱの上で寝転がってます。はい、ってことで今日はですね、釣りについてお話をしたいと思います。私は2年前にこう財布の中から5万円盗まれました。ショックでした。そしてロンドンに住んでる私の8割のお友達が、携帯だったり iPhone、バッグ、パスポート、財布などを盗まれています。結構もしかすると日本人って狙われやすいかもしれません。後ほどですね、私が引っかかってしまった罠についてもお話ししたいと思うんですけども、私の友達がすりにあったいろんなケースを分析していくと、手口っていうのは結構限られてくるんですね。はい、まあ、ある程度あることに気をつければ皆さん大丈夫だと思います。せっかくの旅行が台無しにならないように一緒に学んでいきましょう。まず気をつけるポイント1は、テーブルの上に携帯や財布などを置くときには、はい、周りにいる人々に気をつけてください。結構これはよくある手口です。どういう風な手口か、大体起きやすいのがカフェとか、あとはバーとか、誰でもこう出入りがしやすい場所で起きます。こうテーブルの上に、携帯置いてますよね。知らない方がこうテーブルに来てマップなどを広げます。例えばマップ、大きい地図だったり、雑誌だったり、とにかく何かでこう携帯を隠すんです。で、大体がグループで来ます。1人ではなくて2人か3人、もしかするともっといるかもしれません。ガーって何人かが急に近寄ってきて、そして I want to go to this station、 このステーションに行きたいんだけどどういう風に行くか分かる？私たちは、もうアテンションがここに行ってますよね。この駅に行きたかったらあの道を渡ってなんとかなんとかなんとか、こう説明している時にもう一人の人、もしくはこの人がこの下で携帯を取っていきます。で、彼らが去った後に私たちは気づくんですよね。あ、テーブルに置いてあった、携帯がない、お財布がない。でも彼ら去っていっちゃったので遅いっていうケースが多いです。この手口で私の、お友達少なくとも5人は携帯が盗まれてしまいました。新聞だったり、とにかく何か大きいものをねかぶせてくるので、はい、気をつけてください。 So next one is number two、 バッグの持ち方です。必ずチャックがあるものを持ち歩いた方がいいと思います。チャックがあっても持ち方によっては後ろからこうチャックを開けられて盗まれたっていうことも結構あります。はい、へいって正しい持ち方は、こう抱えるようにして持ちます。そして前の方に寄せて持ちます。チャックがついていなくたとしても、こんな感じでちょっと抱くようにして前に寄せると結構盗難を防げます。肩掛けも結構危ないんですよ。こういう感じで後ろにあると、私たちってこう前を向くので気づかない時があるんですね。で、結構ロンドンは忙しいので人がもうたくさん行き来してごった返になってます。誰かが開けたとしても気づかないんです。こう前にこう抱くように持つって感じで、はい、対策をしていきましょう。気をつけること3番目は、人の距離が近い時です。例えばですね、この前私のお友達が携帯を盗まれた時は、スターバックスでこうコーヒーを買う時に並んでいます。9人いますね。で、この後ろの男性は、まあ、私の友達はチャックがないバッグを使っていたんですね。で、こう前に抱くのではなく、もう普通にこんな感じで、はい、腕にかけてました。で、後ろの男性がすごい近い距離で立っていたらしいんです。で、彼女は、なんかちょっと嫌だなって思ったらしいんですけども、まあ気にせず、あ、何にしよう、ラテにしようかな、モカにしようかなって悩んでいました。注文した後に携帯がないことに気づいたんです。はい、もちろんその後ろに並んでたはずの男性は消えていました。はい、もうすごい悔しいですよね。でもこういう時でもこのバッグをちょっとこう押さえるように、抱きかかえるように持っていたら防げたかもしれません。はい、で、人が近い時、イギリスでももちろんあります。パーソナルスペースっていうのはもちろんあります。それを越してすごい近い距離にいるっていうのはちょっと怪しいです。はい、なので気をつけてください。もしちょっと嫌だなと思ったら、Excuse me, I think you're too close、 ちょっと近すぎると思うって言ってもいいと思います。ロンドンにはたくさんのナショナリティがいます。
イギリス人だけじゃなくって EU 離脱の問題にもなった移民が多いっていうのは、はい、本当ですね。彼らの国ではパーソナルスペースがないかもしれません。結構近い距離でなんか話しかけてきたりとか、はい、並んでる時にすごい寄ってきたりとか、はい、でも私たちが嫌な気持ちになればそれははっきり言うべきだと思います。はい、そうですね、まあ、大体が I think you're too close っていうと sorry ってちょっとステップバックしてくれると思うんですけども、もしちょっと理解してくれないような、ちょっとおかしな、はい、方がいらっしゃったら、I'm sorry but I feel uncomfortable 不愉快ですちょっとなんて言うんですかね、あまりちょっといい感じはしない、 I feel uncomfortable っていうと、はい、まあ、聞いてくれると思います。はっきり言ってください、まあ、とにかく近い距離に、来る人はちょっとコーションした方がいいと思います。はい、気をつけること、4番目は道端を歩いてる時に両替を聞かれる。はい、そういう時には気をつけてください。私が5万円盗まれた時はどういう風に起きたか、まあ、これもロンドンの、ハロッズってご存知ですか。すごいショッピングセンターなんですけども、そのハロッズがある場所、ナイトブリッジっていう場所があるんですけども、結構ポッシュエリア、いいエリアなんです。私と、私の母と妹と3人で歩いていたんですけども、女性と男性だったんですけども、チェンジ持ってる、 Do you have any change? って聞かれました。10ポンドに変えてほしいってことだったので、ちょうど私も持っていたので、あ、 OK って感じでお財布を開けました。10ポンド2枚渡して、で20ポンド受け取って、そしたらこの2人がすごい距離で私に近づいてきたんです。で、このお財布の上にこう10ポンドを2枚かぶせて、 Do you have any more change? って聞いてきました。で、ここの方は押さえていたんですけども、急にこう近寄ってこられてびっくりしちゃって、もうアテンションがここに行ってしまったんです。彼らの距離が近いし声も大きいしどうしようって感じで思った時に、ここのもう一つのスペースは閉じて触ってなかったですね。なので空いた状態でした。これも、一番最初にお話ししたように上にかぶせてくるんです。上にかぶせると私見えないですよね。で、その下で、はい、こうお金持って行っちゃったんです。ロンドンを歩いてると、はい、小銭くださいとかいろいろ言ってきます。お財布を出さざるを得ないシチュエーションになった場合は断ってください。 I don't have any。 知らない人の前ではお財布は出さない。優しくする必要はないです。彼らがもしそうですね、両替してほしければそこら辺にあるお店に行けばいいじゃないですか。はい、私たちに聞く必要はないので、ってことは怪しいですよね。はい、なので私の経験を踏まえて皆さんが何か盗まれないように、はい、気をつけてください。次、気をつけるポイント5は、バッグは必ず近い場所に置きます。これもびっくりしました。私の友達がバッグごと盗まれました。どんな風に盗まれたのか、図書館で盗まれました。図書館のこう椅子に座っていて大きいテーブルがあったそうです。で、彼女はこういう角に座っていたので、誰も隣を通っていないはずなんです。これはお化けとかの話じゃなくてトリックがあるんですよ、ちゃんと。はい、で、彼女はこのバッグを下に置いていました。足の隣に置いていて本を読んでいましたね。気づいた時にバッグがなくなっていたんです。その辺にいた人々に聞きました。え、私のバッグなくなってんだけど分かる？って聞いたらしいんですけども、誰も知らなかった、誰も何も見ていない。はい、で、彼女が一つ思いつくことといえば、このテーブルの向こう側に男性がまあ数分座っていたらしいです。杖を持った方だったらしいんですけども、ってことはこのテーブルの下から杖でひょいひょいひょいって彼女のバッグをこうね盗んだっていうことが考えられます。これ本当だと思います。なぜかっていうと、また私の他の友達が、ウェストフィールドというショッピングセンターがあります。大きい、ロンドンに大きいショッピングセンターがあるんですけども、そこでお食事をしていました。で、彼女も同じくこう壁に座っていたので、隣は誰も通れないですよね。壁の前にあるもう一つの椅子にこうカバンを置いていました。気づいた時にカバンがなくなっていたんですけども、思いつくことといえば、こう掃除のおばちゃんがトローリーをこいで空いたティッシュをこう集めていたらしいです。
でどうやらこの方がまた棒を持っていたらしくて、後ろからこの棒でひょひょいっとバッグを引っ掛けてフォーンって持ってったってことですなんか私喋るのがちょっと下手なんですけど、これ本当本当です。最後のポイント6つ目は、混雑する場所ですね。人が多い場所で気をつける。釣りをする人って見ています。あの子簡単そうだな、あの子のバッグはひょひょいと取れそうだな、観察しています。だからこそ私の、はい、友達は同じ子が、はい、3回4回盗まれています。3回4回どころじゃないかもごめんね、はい、でも盗まれやすいんです。なぜかというと彼女はおしゃべりをするともうそのなんですそこにアテンションがいっちゃって周りで何か起きてても気づかないんですよね。はい、まあスリをする人はプロなので見抜くんですよね。はい、で、まあ、彼女のケースなんですけども、バスを待っていました。で結構イベントの後だったのですごいたくさんの人がいて、でバスに乗る前までは携帯はあったんです。でこの携帯をこうジャケットのポケットに入れました。でバスに乗ってお支払いをして、はい、こうね手すりに捕まった瞬間に携帯がないとその時に気づいたんです。ポケットに何か入れる場合は必ずチャックがあるものを使ってください。でもチャックがあっても開けられます。もしくはひどい場合にはこうナイフとかで破られます。まあもう何考えてるか分かんないですけど、怖いですけどあるんです。だから、何か例えば入れたなら、まあ、手をずっと置いとくとか、はい、まあ、カバンで上から隠すとか、はい、工夫をしましょう。ってことで今日はこんな感じです。このビデオを見て、はい、もうどういう手口があるって分かったのなら、はい、皆さんは大丈夫だと思います。結構日本はまあ日本でもスリは起きますが、それでも外国に比べるとまだ少ない方で、まだ安全な国です。なのでこの前日本のカフェに行った時に女の子たちがこうバッグを椅子に置いたままケーキを注文しに行ったりとか、お手洗いに行ったりとか、はい、してるのを見て、これ外国でやったら危ないなって思ったのを覚えています。はい、ので皆さん気をつけてくださいね。このビデオが役に立ちましたら下のいいねボタンを押してください。また登録されてない方は登録もお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。工事してるんですよね、今外で。あ、車が通ってる。あ、なくなっていたんですけども、思いつき、